美味しいですか。どうぞどうぞどうぞ。うん、そうですね、8分ぐらい回ってますかね、あそこの時計で見ると入れた方がその形成が早いかなっていう、そのつなぐ5年ずつ結構ペッタンペッタン叩いちゃうと、はい、ちょっとあれだな、もうちょっと冷やしてもいいですか、はい、でそうしたらこれこう丸めるだけです。その時にあのちょっと早く丸めたいので、上の手にそれでやっぱ生地が結構傷んでしまうのと、でも負荷がかかりすぎちゃって実際のベンチタイムがかなり必要になりますね。でこういう風な感じで、はい、こっちは一応あの 80g の方になります。はい、でそれ大体こう最初にやるのはあのアンパン作り方知りたいなとか、じゃあお前のとこの国のジェラート俺に教えてよとか、そういうものっていうのはこうやってデコレーションして食べる。でその時にイタリアでもその古くなってますけど、すごくあの今楽しいです。なんかここクリームで埋めたければクリームもっと入れればいいだけなんで、流れ出ちゃう時点で、うまい、そう、うん、美味しいです。うん、日本の味じゃないですね、間違いなく無法ってくるよね。